え、どんぐらい吹っ飛んだの、先生。黒板あるじゃないですか。うん。そこま、そこに向き、バーンって。吹っ飛んでるね。1500でしか当お、てら。お、え、お、え、え。あらば、こんにちは。ムジカ大好きっていうキッズ、課金したいだけ。ムジカです。さあ、今日もね、エヴァンゲリオンガチャもね、襲来してるんで、バンバン、課金カード渡して、バンバン。ババン。はい、あ、こいつ、良さそうやな。僕は高校生です。最近学校を辞めて定時制の学校に行こうと考えています。辞めた理由はくだらないですけど、先生をぶん殴ってしまい、自主退学しました。これからお先真っ暗です。そんな僕にガチャを引かせてください。すげえ。先生ぶん殴って強制退学じゃなくて自分で自ら退学したっていうね。どうすんだろうね。この子にしてみようか。来るかな？おお、どうも。めちゃくちゃ課金しとるやんけ。いらんやろ。いや、でもこれもらったデータなんで、全然してないっす。あ、もらったんだ。はい、ちょっと友達からもらったデータなんで、なんか元からこんな感じでした。でもエヴァっいや、てこほんとまは、に。もう最近もらったってこと？いや、最近っすね。あ、でも、エヴァコラボのやつは自分で、なんかダイヤで出ます。マセラティとか。マセラティじあ、ゃない、そうっなんす、だっそけ。うっす。そういう、あ、この初号機のやつですかね。爆走たああ、そら、爆走たたんだ。まあ、いいや、行きましょうはい、か。次、本物だ。っていうか、応募ありがとうございます。いえいえ。なんか、やばそうだね、これも。あなたも結構、やんちゃな感じですね、これ。やばいっすね。普通にやらかしました。先生あ、をてか。殴って、はい。強制退学じゃなくて、あ、もう、やめるんでいいっす、つって、自主退学したっていいいっう。す。もうそんな感じっす。いや、こもうれ、なんか、殴った後も頭の中真っ白でした。もう何してんだと思って。ちなみに高校何年生で辞めたの？もう高1の終わり頃っすね。ああ、いつの話？もう本当に3月とかそんぐらいの話っす。あ、じゃあもう1ヶ月2ヶ月経ってるんだ。あ、そんぐらい経ってますもん。やばいね。いや、普通に笑えなかったっす。笑今だえ。からちょっと定時の学校に行ってて、ああ、はいはいはい。今日はなんかもう休んだんですけど、また。なんか不登校になったらたまんないっす。やべえな。なもし。ともとは普通に学校に通ってたんでしょ？高1として。あ、もともとは、はい、普通に。で、友達もい通て、ってました。あ、はい、知ってるっす。勉強もして。いや、なんか、先生にカチンってきて、部活とか入ってた無の？意識に殴って、あ、部活入ってなかっ たっ部す。活とか。あ、部活入ってないの？あ、もう入ってすぐやめました。なんか、行ってなくて。ああ、何部入ったの？サッカー部入ってましサッカー部どんぐらいでやめたの？た。いや、1回しか行ってないんですよ。すごいね。なんか突発的な動きが多いね。瞬発力は鍛えられたのか。じゃあちょっとその先生を殴ってしまった日の思い出をちょっと語ってもらっていいですか？思い出すか？登校して、なんそのか、日学校行って、なんかむしゃくしゃしててみたいな。ああ、いや、行って、なんかテストは返されたんうんうん。です。で、この文字を目は、ろくな人間になれねえな、みたいな感じで言われて、あ、テストの点数悪くて。先生に、一応良かったんです、その時は。あ、よかったんだ。その時は結構平均点以上で、それで、これじゃダメだって言われて、はっと思って、平均点以上取ってるじゃねえかって言ったら、おめえはそれでもダメなんだって言われたから、はっと思って、うっせえっつって、なんか、教卓の目の前でテスト配られたんですけど、そこでちょっとやっちゃったと。もうもうダ殴っメなんた？で。もうもうその殴っ時は、た？はい。めっちゃ早いです。だからもう、考えてる暇ないです。テスト配られてから1分ぐらいでもう殴ったって感じ？まあ、少しまあいいやつなんで、ざっと3分とかそんぐらいです。おっと？やばいやばい、待って、できるできる。いるいる。いや、俺素手、やばい素やばい手、やばい、素手死倒ぬす、死素ぬ手死倒ぬ。す。マジか、な。あ、死んだ。もう一回殴りに行こうもう一ぜ。回、そうっすね。もう一回、拳で行きましょいいっす。う。拳って言うと、俺があれなんですけど、嫌な思い出しかないいや、なんか殴った殴った言うから、俺も武器取らずにずっと殴ってたわ、今。です。じゃあ、拳縛りしますあ、そうします？やっぱり。か。先生だと思って。ちょっと、拳ならちょっと負ける気しないっす。それもともと結構やんちゃだったの？中学生の時から。あ、まあ、ちょっとやんちゃだったかもしれないっす。なんか、いわゆる暴走族的なところに所属しいや、て。でもそんな暴力はしなかった。あ、そうなんだ。その時だけです。たったの1回だけです。その時だけです。あ、そう、もともとなんか、喧嘩ばっか殴りまくってたってわけじゃなくて、あ、そういうわけじゃないです。結構理不尽なこと言ってきたね、その先生も、いきなり。そうっすね。なんか昔ながらの先生で。ああ、それ、何の先生？あれ？聞こえる？あ、聞こえんくなったの？あ、そこにしよう。あ、すいません。はいはいはい。
親フラって親と喧嘩してたの今殴り合ってたの いきなり部屋来たんで。それさ殴った後先生吹っ飛んででなんか隣の教室にいた先生が来た感じ。友に来た。えどんぐらい吹っ飛んだの先生。黒板あるじゃないですか。うん。そこはそこに向きバーンって吹っ飛んでるね。ぶつかってました。もう結構な勢いで多分やっちゃったんだよ。いやそんな普段殴ってないのによくいきなり思いっきりいったね。いや前から痛かったんで。ああなるほど。溜まってたんで、ね、武器取っちゃった。まあ手差したのは、まあ、いけないですよね。えそれさめちゃくちゃクラスの友達引いてたっしょ。笑ってましたよ。笑ってたんだ。あそっか拳で行くのかしら。男は拳っしょ。本当に拳で行くんですか。行きますよ。近接武器もなしですよね。うんなし。もう全部しました。これ多分1対2になったら最後ドンカツできるはずだからさ。そうっすね。ドリンク飲んでいけば平気です ね。先生なんかどの辺殴ったの。ほっぺたらへん。どこでもいいけど。こめかみってわかりますか。こめかみ。こめかみわかるよ。ちょっとあれじゃん、なんか脳震盪起こす系のパンチじゃん。当たりどころじゃん。あちょっと危なかったっす。危ないっす、ね、本当に。もうなんか手めっちゃ痛かったっすね、なんか殴った後。うわそれやっちゃった俺ってなるよね。え、放心状態ですえ、これ俺がやったのみたいな感じです。あー、それで隣のから先生来て、おいおいどうしたどうした、なんだ今の音みたいに来て、そう連行されたの。まあ連行されました、それは。それ連行されたと、まあ、警察だったりなんなかったの幸いです。あー確かにね、暴行事件じゃ暴行事件だもんね。それ説教部屋行きみたいになるの。なんか学校の校長先生とかと話しましたで校長先生も殴って、殴ってないです。ドンカツしたの。校長先生が殴ったらもう本当に終わりっすよ。どうせ退学するんならさ、もうドンカツしといた方がよかったんじゃない。ああ、いやでも別にそんな校長先生とかに恨みないんで、ダメ元で応募したんすよ。あ、これ？いや殴って退学になったとか面白すぎでしょ。面白いですか？でそれでさ、えまず家とかにそういう場合って連絡行くの？強制的に。もう速攻行きました。ちょっと聞いてくださいと、お母さんみたいな。まあちょまあ、事情説明されてみたい、されてみたいで。うん。まあ、めっちゃ怒られました。あ、家帰って？あ、家でして。あ、家でね。で、ひねくれたって感じですね。え、家でってどこ行ったの、その後。あ、おばあちゃんちです。あ、おばあちゃんね。おばあちゃん、なんつってた？いや、何も言わないで言ったんですよ。親と喧嘩したっつって。あー、いらっしゃいっつって。そんな感じです。もう、ウェルカム、ウェルカムです。いや、本当に、どんかとしたらいいな。こめかみ殴ればね、ヘッドショットみたいになるから、多分。結構年配の方だったんで、いや死んじゃうかもしんないと思って言いました。あ、その先生。うん。さすがになんかちょっと、やりすぎたかなって気持ちは、うん。ありますね。うん。若い先生だったら全然いいと思うんですけど、さすがにちょっと。あー、なるほどね。よく手加減しとけばよかったと思って。吹っ飛んでるからね、黒板まで。手榴弾の自爆みたいです。もう、飛んだ感じです。え、これ毒ガスとかは捨てた方がいいですかね。あ、ドローンいいね。ドローンいいよ。え、そんで、おばあちゃん家行って、いや、そろそろ帰らんと、みたいな。あんたはいつまで、もう、あかんでいたら、みたいになって帰ったんでしょ。自分から帰りました。うん。落ち着いたんで。で、その時はまだ退学してないんでしょ。あ、その後、で、いや、その後、俺と色々話して、うん。まあ、そういう結果になったって感じですかね。いや、その色々が聞きたいんだけど、詳しく。なんか、自分もなんか、言いづらくなって、うん。あ、高校に？学校すらもう、何になっちゃって、うん、でもここじゃ多分楽しくできないやと思って、うん、高校生活、うん、なんて言ったらいいのかな、そのいづらくなったっていうのがまあ一番の理由ですかね。でもそのなんかクラスの人とかのちょっと引いてた子は引いてたんでそれがもう何になって、全然未練ないの。いじめられたと未練はなかったです。いや未練とかもちょっと本当にそういうこと考えてる暇なかったです。本当ムジカさんは学生時代どうだったんですか。学生時代は帰宅部だったな。え、学校は行ってたんですか。学校行ってたよ普通に。殴ったりはしなかった。殴ったりはしてないね。殴られたことはあるけど。ああ、いやなんかさ、あの俺繰り返せばよくないですか。いやなんかもうその暇もないぐらいもう一気にやられた感じだった。高校の時、コンタクトレンズつけてたのね。俺めっちゃ目悪くて、なんかゲームやりすぎて。ワンデーとかあるじゃん。一日だけつけるやつとか。あ、はいはい、わかります。で、それが買い忘れてなくて、その日。で、コンタクトつけないまま学校通って、行って、2時間目ぐらいに登校したのかな。なんか寝坊して。階段の上から、なんか友達っぽいやつが降りてきて、あれ？あいつかなーと思って、でも全然見えないから、
もう目細めて、おっとやばいやばいやばい。それでなんか目細めて、なんかもう多分あっちからしたらメンチ切ってるぐらいの感じで細めて、ああそういう感じです。そうそうそう、それでもうちょもう勘違いされてて、そう鼻そうだ鼻がくっつくぐらいまで見たら違うやつだったら災難ですね。うん、それでボコボコにされたって話です。それその時だけですよね多分。いやその時ぐらいだな、ぐらいだ。あとでも13だから、でも親は全然反対しなかったの、その退学するってことに関して。自分のやったことあるから自分でケツ拭けって言われて。ヤクザ親。ヤクザじゃないです、普通です、普通の親です多分。ああでも定時制行けばさ普通に卒業したってことになるでしょ。ここあなりますなります。えその定時制って夜行くやつだっけ、通信みたいなじゃなくて。通信でもあり通信でも、うん、夜だけど週に3回です。ああそんなもんでいいか、いいじゃん、めっちゃ荒野できんじゃ ん、 なんかだから今日たまたまできちゃった感じ。あそうなんだ、普段あんまやってないの荒野。いや学校はなんでこんぐらいまでできないっす。あそっか、遅いのか、終わんのか。遅いんですよだから。えじゃあ日中何やってんの逆に。あバイトっす。あバイトか。あちゃんとやってます昼働いて夜学校ってなんかそうっすね、逆だね。日中はおやばいです、ガソスタで働いてます。大丈夫、まだ殴ってない。一回も殴ってないですさすがに一発ぐらいはやりたいっすそのうち。そうっす、一発ぐらい、一発で仕留めたいっす、現実みたいな。あ、これ荒野でってこと。あ、荒野。え、これあるんじゃね。ワンチャンありますよ。ね、とりあえず取りたい武器は目の前にあるんですよ。取りたい武器は目の前にあるんですよ。クソ取りたいっしょ。クソ取りたいっす。もうこれ先アンチ入ってもなんか芝生に隠れとくとかじゃないとさ、遠距離とかきついよね。レベ3ヘルメットとレベ3防具。クソ家庭じゃん。行きます。え、どこだアンチ。うわ、これあれあるんじゃないっすか。ありますね。あやってるやってるやりやってる。シリーズは最悪1個あるんで。あーなるほどね。はい、最悪やばい時自滅です。道連れないだろう、ね、そこだな。1対1になった時しか使わないです。いいね。あれおリボルバーもある。いいね。シリーズは見込みとちょっとうーわまた取り手出てあるしだよ、我慢だよそれ。我慢です、我慢のことやそれ。我慢です、我慢です。おワンチャンありますよ本当。うん、つかアカウントくれる友達結構太っ腹だね、そんだけ車回ってたのね。なんかもういらねえからやるよって言われてお父さんって感じです。そんな流れあんの。そんな感じ、軽いっすよね。やばい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 、心臓バックバック来た。止まった。バレてる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 きついな。ガス飛んでくんな。バレてるバレてる。来い、はい、来い。来るなら来い。これ手榴弾って自分食らうんだっけ、自分投げたやつ。あ、でもここの隙間とかに行けば。ああ。大丈夫です。やばい。一番今まで緊張してるかもしれない。もう、心もとなすぎるからね。最近芝居プレイとかデュクレーション少なくなったんで、なんかつまんなかった。ああ、まあルームとかでしかやんないよね。あれ？いや。どこに？その先行だと思って上がってくるよ。つかなんかパワー中途半端じゃない、ヒットポイントね、体力。そうっす、敵来いよ早く。いない、足跡もしないね。中腰。やばい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 。いたんかいたんかいたんか。イモリイモリ。あいつなんで手ぶら。あいつ負け。あ、違う違う違う、あそこか。これワンチャンシゲがあります。いや、あいつはやらせ、やり合いして、いた、軽いっす、軽いっす。もう一匹どこ行った？入った方がいいっすかね。僕も車で移動しよう。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。痛い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 。間に合う。マジで聞き殺すかな、お前。うわ、いいね。青ランボ。何これ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 。大状態。やばい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 。ああ。あいつ腹立つわ。じゃあ、それどうすんの？定時制行って、卒業まで行って、就職みたいな。大学行けたらいい感じですか？ああ、そっか、普通に大研っていうか、大学のね。はい、行け、ちゃんとやれば行けるんで。そっか、受験して。はい。そしたらまあ、ある意味リセットだよね。そうですね。まあ、交際したんで僕は。僕は交際しました。よし、じゃあ、ルーレット行きましょうか。その高校の時の友達とかは、まだつるんでんの？つるんでますね。
高校のやつはいいやつだったの。ほんとその 先生だけだったんだね。そうですね。いやもうその嫌味みたいな感じのことをずっとやれてたんで。ああ、特に嫌われてたんだ。いやもうだからそういうな、さっきも言った通り、おめえはだからろくな人間になれねえとか、こんなんじゃ進級できねえぞって言われて。うっとしいな。はい、じゃあ行きましょう。じゃあスタート&ストップだけお願いいたします。はい、スタート。いはい、回ってますよ。はい、ストップ。うい、あ、何言うてん。1500円でした。おーい、マジかい、ガチャ引けねえってこれね、1500円出る確率相当低いよ。え、運悪い。5000円引いた人はここで運使っちゃって、あんまいいの出ないパターンもあるからね。逆にあるかもしれないです。そうそうそう、だって単発で出るときは出るじゃん。俺単発の方がむしろ出るんだけど、俺はいつも。金貨何枚になった？891ですね。ああ、じゃあ全部単発だね。そうっすね。あ、じゃあ行きまーすエヴァガチャショー行きまーす。エヴァガチャっす。単発ね。はい、行きまーす。はい。おお、パラグライダー補給箱持ってる。はい、もう一回行きます。えい、極金任務ボトムス。これ絶対出ねえだろエヴァガチャでしょ。エヴァガチャっす。おい、せめてコラボ出ろ。いけ。なんか同感赤白トップスですね。渋いね。そうっすね。あとちょっと3回ぐらいしか行けないです。行きますパラシュート17。なんでダイヤなんだよ。少ない。うん、ないっすね。行きます。はい。いや、1500しか当てら…嘘つけや。今いいっすか、ちょっと中断して。嘘つけや。死んだと思うかなと思った。ちょっと待って、行きますよ。ちょっと待って、行きますよ。うん。おー、ペン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 もう出てきた時のインパクトがペンって感じで出てきたけど、もうビビった今。ペンですね。完全に今車引いたリアクションだったからさ、ボンって出るかと思ったらペンギン出てきたわ。車みたいなもんっすよこれおー、マジか。うわ、嬉しい。うわ、ちょっともう一回いきます。持ってますね。うん、ねえな、もういきます。はいはい、アイコンあだし。多分これ ラストっすね。次、お次ラスト。いけ、出せ。はい、いきます。ぶちかませ。ぶん殴れ。スプレーアルパカっす。スプレーアルパカでした。はい。あ、でもあとあれ引きます。高級物資のエヴァのやつ。あ、ダイヤのやつ。従来のやつ引きます。お、いけ、ぶん殴れ。いけ。おお、こう、カオル、カオルのプラグ2と AWM のスキンが出た。え、マジ？え、うん、よくね、俺。いかついね。え、やば。え、その1500金貨で溜まったダイヤで引いてプラグスーツと AWM 当たったの。そんな感じですね。いいじゃねえかよ。いや、普通にいいな。ちょっと映えましたね。ありがとうございます。ましたね。うん。いや、こちらこそすいません。いや、これ下手に5000円もらった人よりいいよ絶対。そうっすね。うん、マジで。意識揃えましたもん、これでペンペンもいいですし。おー、よかったね。うん、いや、ありがとうございます。AWM 結構使うの？うん、また俺嫌いっす。一切使わないっす。オッケー。はい、じゃあ、じゃあもしもう一度人生やり直せるとしたら、高校の先生殴る？もちろん殴ります。